ガチで徳島県民選挙行きましょう。ガソリン代ずっと高いですよね。ガソリンの約半分は税金って知ってました？ガソリンが高いと物流が高い、その分物の値段が高くなる。今給料の半分は税金に使われてます。50年前は負担率 25%、 2倍になってます。消費税 10%、 5% の時から生活豊かになりました。消費税は社会保障に必要、高齢化社会だから仕方ないって聞くけど、高齢層の 20% は貧困層です。え、全然社会保障に使われてなくね。ここまでおかしな日本になったのは選挙に行かなかった我々大人たちのせい。政治家だって人間だって、投票すら来ない人のために政治したいと思えんもん。今年の衆議院選挙必ず行ってください。11日くらい前から投票できるよ。徳島一区、みんな誰に入れる？徳島一区はここに書いている町に住んでる人が対象です。どんな人がいるの？まず立憲民主党高橋英さん、どうせ変わらないを変えていくをモットーに、裏金政治からクリーンな政治へ、格差社会から所得が増える経済へ、中央の官僚が決めた地方創生から地域住民が中心となる町づくりへ、教育予算を優先する国づくりへなどを目指しているそうです。続いて自民党二木博文さん、安全保障とサイバーセキュリティを強化し国を守ること、地方に雇用を作り企業誘致や若者の定住を促進すること、行政のデジタル化、教育予算 1.5倍、徳島の農業漁業の再生や再生エネルギーの地産地消などを目指しているそうです。続いて日本維新の会吉田智也さん、企業献金を禁止、文通費は1円単位で領収書を公開、社会保障改革で社会保険料上昇を抑え使えるお金を増やす、出産費用無償化と所得制限なしの教育費給食費無償化、徳島の観光復興に防災減災対策などを目指しているそうです。続いて共産党の久保孝之さん、裏金問題や統一教会問題に対し金で動く政治を正すこと、物価高騰に賃上げや年金の引き上げが追いついていないことに対し、大企業の内部留保への時限的課税、中小企業への直接支援、消費税の引き下げを行うことなどを目指しているそうです。最後無所属佐藤幸俊さん、今回の候補者の中に軍事全廃論者が一人もいないことを見て立候補、天皇制の廃止、自衛隊の廃止、男女平等、世界平和を目指し政治を行うことを考えているそうです。さあ誰に投票するか決まりましたか？もし決まらない場合は消去法で決めてもいいかもね。選挙絶対行きましょう。徳島肉、みんな誰に入れる？徳島肉はここに書いてる人が対象です。どんな人がいるの？自民党山口俊一さん、物価高騰に見合う賃上げ、現役世代の子育てなどの不安を取り除く、農林水産業の振興と自給率アップ、安全保障の強化と社会保障の充実、強い外交と国際協調などを目指しているそうです。続いて日本維新の会堀利聡さん、国会議員報酬と定数の3割カット、企業団体献金の禁止や政策活動費撤廃、消費税を一律 8% に減税、大学までの教育費無償化などを目指しているそうです。続いて日本共産党浜恭生さん、最低賃金1500円と中小企業への直接支援、消費税は 5% に引き下げ、インボイスは廃止、企業団体献金の禁止などを目指しているそうです。最後無所属飯泉かもんさん、格差社会是正や給食費無償化、災害対応の拡充や生活苦の解消の実現、物価高に応じた賃金や年金の実現、様々な資格取得の支援、軽減税率の拡大などを目指しているそうです。さああなたは誰推し？選挙で教えてね。